はい、どうもこんにちは、インシンクチャンネルでございます。今回はインシンクラジオということでね、まあ日頃いろいろ機材の紹介とかしているんですが、マシンライブやってる人間あんまり音楽の話じゃなくて機材の話ばっかりしているという批判が世の中に溢れておりますので、なるほど、今回は音楽の話にフォーカスしていろいろ喋っていきたいと思います。はいはい、今5人いて、はい、私が MPLY、 はい、岡です。マシです。マサキです。マルシです。間が多いっていうね、間が多い、間が始まり多い。どうやってマシンライブに行き着いたかみたいなところを含めてちょっとどうやって、それね、ちょっといい切り口だと思うんですよね。あ、でもきっかけになった出来事ありますよ。おー、マッシュから。マッシュ、あの今までね、あのバンドとかでね、こう鍵盤弾いてたんですけど、うん、何がきっかけだったかっていうのは、あの 1,2 年前にあったあの島村楽器のデジランド主催の、はいはい、あったじゃないですか、デジランドビーツでしたっけ、はいはいはい、あれにいろいろ動画をこうね投稿していくうちに、あ、マシンライブ面白いなっていうので、こう今はもうねライブハウスとかクラブとかでやったりしてますけど、デジランドビーツって秋とかでしたっけ？なんか秋ぐらいにありましたね。なんか1ヶ月ぐらい で、はいはい、でなんか賞を取るとなんか豪華景品がもらえるみたいな。ああ、はいはいはい。結構ね、なんか豪華な景品出てすごいですよね。あれ景品出るんだ。うん、あのトーライズのシーケンサーとか、ね。あ、めっちゃいいじゃん。そうだったんだ。でやっぱあれで、あの期間中はなんか10本ぐらいとか動画出して、こういろんな機材組み合わせて出して、あれでなんかいろいろね遊んでみて、あ、面白いなっていう感じですよね。いいね、うん、私はねそういうきっかけがあったんですけど、はい、他の方はどうでしょうかね。あ、そうね、じゃあ順番的にと俺になるのか、はい、俺はね、なんていうか、まさきが使う、そうね、マシンライブ、もともとこうデジタル楽器大好きだったわけで、まあ、シンセサイザーもともとやってたんですけど、はい、もう歴史がそこは長い、歴史は長い、まあちょっと年長者でもあるっていうのもあるんですけど、歴史は長いんですよ、はい、で、まあグルーボックスとかもね、大学生の時使ったりしてたんですけど、マシンライブじゃないわけですよ。シンセサイザーで曲を作るためにグルーボックスのフレーズを使うとかそういうことやってたんですけど、まあこの年齢になってきて、こうマシンライブってい う、 こうワードが出てきて、でなおかつあの誘われましてね、うん、あの某なんちゃらさん誘われまして、天本さんがね、そのマシンライブやってるんですよっていうのをこう言われて、最もフィジカルで最もプリビリブで最もフェティッシュなマシンライブをやれませんかって言われて、おやったるわ、お報酬いくらよって言ったら、こうちょっと報酬が高かったんでちょっとやろうかって言って、まあまだ殺されてないんで大丈夫ですけど、まあで そこから始めて、もう機材も持ってなかったんで、まあ機材も買って、うん、最初 MC101、 ローランドさんの MC101 買って、でそれでやってましたけど、まあ最初のひどいことね、もう本当に、うん、自分で見てもなんじゃこれっていうような感じのことをから始めたのがきっかけかな。全部知ってる機材でした、シンセか、そのライブで同期を使ったシステムとか、そこは分かってたんだけど、マシンライブをやった時のその機材の感じとか、マシンライブどうやってやるんだろうと全く知らない中でやってたから、結構マシンライブやってる人からすると、おい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 、ちょっと待って、そんなんじゃないんだぞマシンライバーっていうのがあったかもしれない。いや違うんですよみたいな。そう、いや違うんですよ、あったかもしれないですけど、まあそういった感じで始めたのがきっかけなのかな。でマルシステムさんはなぜマシンライブに気づいたのか。まあそこはあのこのエムポリさんと一緒に、なんかそういうあれがあるらしいからやってみようぜって言ったのが、まあ大元の始まりですよね。うん、そうそう、なんかね、それが何だったのかっていうのは思い出せないんだけどね。何だったのか分かんないけど、うん、そう、いや元々なんかあのソフトシンセとか触ってたりとかちょっとしてたんだけど、うん、あの最初始めた頃はあのLFO のレートって上げるとこれ別に何も起こらないですよねみたいなところからスタートしてたんですよね、うん、あの私最初シンセ触った時、当たり前じゃんってインター上がってねえんだからよ、うん、ああはいはいはい、みたいな、あの本当に知識ゼロ状態から始めてたんですけど、まあなんかこうシンセとか触っていくとだんだんこうなんかグルーブボックスみたいなやつがあるみたいな話で、
まあ、自分よりこうシンセ詳しい人間のこのね、うん、Mポリさんにこれどうなんみたいな、そんなことはないな、うん、話を聞いていたら、うん、なんかちょっとグルーブボックスでなんかやってみるの楽しそうじゃないみたいな話だったのがきっかけだった気がするんですよ、ね、いやーなんかあのね、でも、俺そんなに詳しくないけど、ボルカででかい音出してみたいねみたいな回が一回あった、一回、そう、一番最初はね、なんかあの俺 EMX ってやつ買ったから、なんかスタジオででかい音出してみようぜが全ての始まりだった、うん、そうそう、全ての始まりだった、これですね、まさに、うん、そうそうそう、まさに今映ってるこれを買ったから鳴らしてみようぜって2人で鳴らしてみたのが多分このインシンクのスタートだったんですよね。そう、確実にそれはそうだったね。で、うん、マシンライブの始めは結構なんだろうな、クラブミュージックめっちゃ好きで、はい、すごいリスニングとしてめっちゃ聴いてるけど、でも DJ はハマんなくてみたいなところで、はい、オリジナルやりたいけど、でもなんか DJ でオリジナルかけるのもちょっと違うしみたいなところでもやってしてたところに、マシンライブって存在を知って、ボルカとかってなんか販売はされていたけど、なんか店頭で置いてあるとしょぼいスピーカーでなんかしょぼい音鳴らす謎の機材って感があって、そう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 、でなんか全然ハマんなかったんだけど、あミキサーとかつないでちゃんと音出すとアナログシンセってめちゃくちゃ音いいんだみたいなところに気づき始めたぐらいが多分マルシステムとかそういうことをやろうみたいなところだったかなと思うんですよね。そうね、なんかその辺をこういろいろやってみて、じゃあ他にもなんか興味ありそうな人誘ってみるかって言ってやったのがなんかまあ始まりだった気がするよね、うんうん、であのそこから数年はね、ただひたすら音を出すだけの回で、あのバンド練習の最初のギターが音出し続けるみたいなあのとりあえずあのなんかみんながそれぞれ音出してまとまりないところから、じゃあ一回クラブ借りてライブやりましょうってなった瞬間に文明ができたよね。あの旧石器時代から濃厚に移行したよね。さ、濃厚がちゃんと始まったみたいなね。みんなあのここまでにこれを出してこようねみたいな。そう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 。え、ライブやるんすかみたいな。でそれぞれの音楽性が急に明確になったんだよね。あれがね良かったね。あれ面白いよね。みんなじゃあ俺こういう音楽やってきますかみたいなのをそれぞれ持ち寄ってきたのはね。うん、それまではなんかこうみんなあのドラム鳴らします、じゃあパッド鳴らします、俺もパッド鳴らします、俺ベース、俺もパッド鳴らしますみたいな、こうあのバンド初期の最悪の期間、うん、そうそう最悪の期間だったね。いや良かったんだけど、楽しかったんだけど、楽しいけどあの音楽的には全く成立してないし、うん、進展もなかった、ね、バンドに行ったらこうそろそろ曲の練習始めねみたいな、うん、そうそう、スタジオでなんかみんな混沌としてたところからちゃんと曲やり始めるみたいな瞬間がなんか多分そこにあったんだよ、うんうん、みたいな感じでね、我々は始めたんですが、岡君どう？そう、岡君どう？いや俺はその本当始めたのはその文明開化した時に立ち会ったんですけど、あそう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 だった、そうだった、ね、岡君どうすか？そう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 、その運よくね、その暗黒時代をパスしてちょっとなんかね、あの文字の文明が生まれたあたりから、うん、っていうのも私その東京に来たすぐがそれだったんですけど、あの地元福岡にいた時はあのねエレクトライブとか最初に買ったんですけど、まあ周りに全くそういう文化がないんで、うん、そうツイッターであの中村さん、中村大平さんのあれを見て、うん、確か ESX の中古だったかなでやったんですけど、まあ誰にも分かち合えない状態だったんでなおこっち来て、ね、そう、そんなこんな夢のような集まりがみたいな、てかさ、でも岡くんはすごい第1回からすごい存在感放っていて、なんかすごいもたりとなんかためみたいなのをすごいめっちゃ込めたビートみたいな確かになんか一発目の時になんかあのデジタルとのマイクロタイミングもなんか伝えまくって、うん、死ぬほどマイクロタイミングがめっちゃもたったテクノみたいなのやったんですよね。なんかね、あのスタートの時点であの自分ちょっとそういうのやったことないんで分かんないんですけどみたいな言いながら急にキャラが濃すぎる人間でそうそう、なんかもうすでにパッケージ完成されてるみたいなのが出てきて、俺は結構なんかやってきたみたいな顔してるけどどうするみたいな、なんかいやでも本当に緊張したんですよあれ。てかあの 今もそうですけど、でもやりだすとね気持ちいいよそういや岡くんめちゃくちゃいいよ、いやでもだって家あれあの全然スタジオとかクラブだからっていう話で、家でもあれですからその
ただただこう家でやっていることをそのままクラブに持って家でもずっとあの踊ってますか自分のを聞いてそれで進まないっていう感じで、わかるわかる。それねすごい大事だと思うよね。家で自分で乗れないとクラブ持って行ってどうするみたいななるもんね。そうですね、自分がやっぱ好きな感じ、これもう一生聴けるわって なるかどうかみたいな感じですね。なんかいや岡くん聞いてるとなんかこうすごい講義のワンループというかさ、プロバビリティで出てくる出てこないがあるじゃない。そうですね、それがなんかこう一小節ループっぽくて、でもなんか4小節なのか4小節でもなくってこうずっと続いてるみたいな、なんかふんわりとした同じループなんだけど毎回違う何かが出てくるみたいな、やってるから、ね、あまあ面倒くさがりっていうのもあってランダム確率みたいなのをどうやって有効活用しようかみたいなところあるし、なんかやっぱこう何でしょうね、かっちりしすぎない方がずっとふわっとしてどれだけこうずっと気持ちよく自分がずっと聴いてられるかっていうのがやっぱ基準で作ってるんで、うん、いい意味で頭とケツがないままずっとふんわり、そうですね、ふわりがないまま進んでいく音楽みたいな、ワンコードみたいなのも結構多いですね、ずっと同じコードを感じてやってるのがテクノっぽいけどアンビエントっぽい、なんかずっとこう区切りがないまま聴いてる音楽みたいな感じが、あ、まあ、それこそ私がこうでショーンが結構ガッツリハマったレイ・ハラカミっていう人がいるんですけど、はいはいはい、多分そういう人の影響が多分出てるんだと思いますね。ふわっふんわりして浮遊感がありつつ少しずつ進んでいく感じみたいなところは、ね、なんかコンビやった時もさ、あれ8分ぐらいある、いやあれね、ちょっとね、すいません、本当に、いやいやいや、あれ、いい、いい、個性、個性、個性めっちゃ長くあの、すげえいい、あの、シュワーっと展開していく、あの、ちょっとずつ、あの、サンバルさんのカットオフ開いていくみたいな、あれがね、こう、いや、8分ぐらい聴いてても、うん、なんか全体としてはワンループだなって思うんだよね、聴いてて、あー、なんか、絶対こう、同じループが来ないんだけど、なんか、トータルで見ると、全部ワンループの中で、でもワンループじゃない何かが常に生き続けてってっていうのがね、あれ、そうですね、聞いてなんか不思議な気持ちになる人っていっぱいいるような気がするんだよ。そう、他の人に聞かせても、え、四つ打ちになんないまま終わるのみたいな。それはなんかちょっと逆にこだわりがあって、なんかこのループ、このキック、このビートがいいんだみたいなのをいいって思うまで聞かせてやろうみたいな、なんかこっから絶対こいつで最後まで行ってやろうみたいな、そういうなんかなんか テクノ精神みたいなのは反骨精神みたいな、そうあったかもしれないですね。あれね聞いてて不思議だなと思う。まあ客観的にこれ俺以外で投資で聞ける人いるかって思うことあるけど。いやでもコンビでは結構一押しというか、一押しだったね、岡くん一強なんじゃないかぐらい聞いてていい感じだったと思うんですよ。いやいや、でもやっぱすげえと思う、マジで満身してない、うまさもあるし、音のやっぱ音のあすごい分かるなっていう感じの、リズムに対する探求心がすごいよね。いやでもね、なんかね、ちょっとね、違ったなって思う部分があるんですけど、リリースすると戻れないからね。そう、あの、聞いていらっしゃる方で、知らない方がいらっしゃるかもしれません。あの、インシンクでコンピレーション出してまして、はい、ここにいる、うん、ここにいる5人に加えて、まあ3人ぐらいかな、はい、いろいろ、あの、コンピレーションあるんで、ちょっと概要欄にいろいろので聞いてみてくださいって言ったんですけど、バンドキャンプで聞くだけならね、はい、無料で、そう、聞くだけならただ、聞くだけならね、そう、あのまあテーマがボルカもしくは間コンパクトを使うっていうね、そう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 だった、ね、そういえばもともとそうだったね、そう、結構ね苦しいんだよね、縛りで、こういうのとかね、あ、そうそう、あ、そうですね、あ、もうちょ
ょうどそこにあるっていうのが素晴らしい。こういうのとかね、こういうのとかね、まだまだ出てないときは出てなかったけど、まあでもなんかね、その縛りとしてはそれなりに自由度があって、それなりに個性が出て、まあでも一応縛りにはなってるみたいな感じだったけど、おのおのね、いろんな使い方をしていて面白いなと思いましたね。でも俺もボルカービーツやって、あ、ボルカ使ってて、ボルカ全部抜いたらすげえかっこよくなってかっこよさをやっぱ改めて、このボルカいいなって思わせて、いやプロダクションのガチガチなクラブミュージックとマシンライブやっぱ違うなってとこも、まあ確かに、まあ、そこはね、そこはやっぱあるっすね。あのミックスを担当して私から言わせてもらうと、そこはねガチガチにこうバトルをしましたよねありましたね、はい、配信と CD にするんであればクラブのまあ重低音というかね、うん、こう空気で受ける圧と CD にした時はCD って、まあ、いろんな方が聞くメディアなわけで、まあ、配信もそうですけど、みんながみんなこう重低音が出る環境で聞いてないから、ある程度カットしたい、まあ、サブウーファーはあるかというと、ね、ないわけですよね。で別にカットしたからといってそこが、まあ、なくなるけど、その分ね倍音でこう補正するというか聞き取りにするんだけど、まあ、そこでね結構ありましたね、いろいろね、まあ、だからいろんなジャンルがあるけど、岩田さんのミックスのおかげでいい感じにまとまったっていうところが、このコンビのね一番いいところだなと思うんですけどね。どうなんですかね、あれ、まあ、なんかそのエアポッツとかで聞けば下まで出るけど、うん、世の中にはそうじゃないイヤホン使ってる人もいるみたいになった時に、こうローがバッサリいなくなっちゃうと、急にこいつだけ音量感ないなみたいななっちゃったりするじゃないですか。そうなんですよ。それが多分コンピのミックスしてる世の中の皆さんすごい悩むところだと思う。だから結局その CD1 枚通したテーマがあって、まあ、ボルカ VS アイラっていうのがありましたけど、それを皆さん使ってる中の、バランス全部取るのが結構大変で、まあ、皆さんねバキバキに個性豊かなので、バキバキに全員違いますからね。そうなんです、そこをまとめるのがちょっと大変でしたけど、でもねなんかいい感じにできたかなとは思ってて、まあ、わかんないですよ。ありがとうございます、ね、それぞれのね、アーティストさんはね、こうな、皆さんアーティストさんなの、アーティストさんはもしかしたらこうね、オカも笑ってますけど、ハーハーではこの中では俺のミックスさんでしょ、俺の一番美味しいの消し上がって消し上がってマルシステムさんも俺のあそこのドラムのパートちょっとちっちゃくし上がってるからあるかもしれないです、それをね、あるかもしれないですけど、でもまあバランスを見て、いやいや、自分でやったら絶対あんなに綺麗に聞こえてこないですから、いやいやいや、そういう苦労はありましたけど、いやでもコンピやっぱ良かったっすよ。なんかうかくんとか最初上げてて、プロトタイプとかでも上げてて、だんだん仕上がってくる感じとかすごい興奮したし、いや楽しかったです、うん、そうですね、苦しかったけど、苦しかった、苦しいのはつきものですまあね、いや創作やってる人間絶対こうリリースの直前あたりの苦しい期間があるじゃないですか、そこら辺をこういかにして乗り切って最終的な完成品見るかみたいな、ね、そうですね、ただ皆さん締め切りを守ってくれないっていうね、だ俺は本当の締め切りをね、だなんていうか、だから僕がクライアント側ですよね、だから受け取る側だから、はい、ね、早くしてくださいよ、もうこの日までにないとミックスできませんよってやるんですけど、誰も守ってくれない、まあ、ウポリさんだけは守ってくれない、いや、僕だけじゃなかったと思うんですけど、いやいや、逆に早すぎてびっくりした、うん、いやいや、まあ、でも逆に言うと、あ、これでいいや、出しちゃえって感じはあって、今聞くとちょっとね、まあ、正直言えば、僕はミックスとマスタリングやんないといけないから、皆さんのが集まってミックスやって、で自分の曲、俺デモバージョン1位とか出してたのに、デモバージョン1のまんまでやべえと思ってミックスしながら、ミックス作業と並行して あのデモからちゃんとこう作り上げる、だからちょっとね最初とフレーズが変わってたりするんですけど、なんかそういうのもねいずれ出せたらいいなと思いながら、まあ、データはもしかしたらもうないかもしれないけど、いろいろとね、オカのね、こう岡くんのね、こう個人名そう、なんていうか、最初のデモ OK、 はい、まあ、全く違うフレーズだったもんな、るもね、あー、そう、そうですね、あれもどっかにデータがあればね、いずれなんかこう YouTube にデモとかで発表したら映るかもしれないよね、あー、そうですね、あれどんなんだったっけ結構違った気がするね、うん、いやでもそう、岡くんもマッシュくんも
なんか曲としてこう一塊にしてリリースするってこれまでなかった。やったことない。初めてですよね。マッシュ君あれ区切りになんかネクストステージに行った感じあって。ねえ、なんかね。なんかあ第一世代マッシュだ。第二世代マッシュがなんかめちゃくちゃもう MC なまるのこうね。あの頃はまだめっちゃハウス。そうめっちゃハウスだった。最近はちょっとテクノに。ハウスとか聞くの実際。でも聞きますよ。へえ。D ライト。D ライト。知らないですか？ D ライト。あれですよ。不勉強で。テイトーアが昔やってたバンドで、あのハウスを要はポピュラー化した伝説的なまあバンドがあったんですよ、ね。それをね大学の時とかでよく聞いてたりとか。まあ、あの最近だとあの YouTube とかに上がってるあのハウスのなんかメガミックスとかよくあるじゃないですか。ああいうのちょこちょこあの作業用 BGM で聞いたりとか、うん、結構聞きますよ。そうなの。なんかねみんな聞いてる音楽バラバラすぎてさ、そのあのマシン内部界隈機材の話ばっかりするにこう戻ってくるんだけど、音楽聴いてるジャンルがバラバラすぎて共通の話題がないから、まあ、みんなあのこのリバーブいいよねわいいみたいな話をする機材じゃんね話がね。そうなんかこうやってこうでも集まってみて共通の音楽の話題があるかっていうとなんだかんだやっぱ難しい。難しい、ね、難しい、ね、難しい、本当それは難しい、ね、我々メンバー間でもだいぶスタイル違いますよね、なんか良くも悪くもみんな違ってみんないいすぎて、新しい人がじゃあインシンクのライブ参戦しますってなるとそうきたかみたいなのがあるじゃないですか、ね、この前のね、カオシレータ男、ね、爆裂カオシレータ男爆散カオシレータ男爆散カオシレータ男ね、あのカオシレータプロをかけるにってなってる、ね、YouTube のを見ていただけると、ね、あーそっか、あるの上がってますけど、今一番ね、再生回数稼いでいるマジですごかった。あれはすごいでしょう、ね、いや全部即興でね、ルーパーにレコーディングして、そう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 、でしかも iPhone からね YouTube のプロレスの技のなんか、ね、そういやプロレスの実況をサンプリングして、そうでしかも別になんかどっか決めてるわけじゃなくて、なんかリアルタイムで、うん、適当に入れていく、いい感じに入れてくっていう新世代だなって思う、ね、いやなんかあれぐらいこうみんな振り幅がありすぎてやっぱ会話成立しねえんだなっていうのはあるけど、まあそれがそれでいいところだなとは思う。